メルセデス・ソーサはアルゼンチンフォルクローレの女性歌手である。1935年7月9日、アルゼンチン北西部のトゥクマンで貧しい労働者の家庭に生まれる。15歳の時にラジオ局のコンテストに優勝して2ヶ月の出演契約を結ぶが、ディレクターがフォルクローレを馬鹿にしたことに怒って喧嘩して帰ってきてしまったというエピソードが知られている。その後、 首都ブエノスアイレスに出て様々な職を転々とした後、1960年代半ば30歳頃に歌手として世に出る。1973年、作詞のフェリックス・ルナ、作曲のアリエル・ラミレスと組んで、アルゼンチン史上の8人の女性を歌ったアルバム、アルヘンティーナの女を発表、フォルクローレ史上に普及の名を残す。しかし、アルゼンチンが、 軍事独裁政権下にあった1970年代後半にはフランス、ついでスペインへの亡命を余儀なくされた。歌による社会変革を目指した新しい歌運動の第一人者と目された時期もある。1982年、アルゼンチンが民政に復帰するのと前後して、彼女も帰国するが、それ以降はアルゼンチンのフォルクローレという枠を超えて、 キューバ、ブラジルなどラテンアメリカの広い範囲の曲を取り上げるとともに、アルゼンチンの曲でも、ビクトル・エルディア、ペテコ・カラバハル、レオン・ヒエコなど、若手音楽家の作品を数多く歌っている。歌うことが専門であり、ギターの演奏、作詞、作曲などは知られている限りは、全く行っていない。もともとどっしりした体格であるが、晩年は見るからに、体重の増加が著しく、 そのことに禁して健康状態はあまり良くないと伝えられた。1975年と1977年の2度来日公演を行っている。2003年9月26年ぶりの来日公演が予定されていたが直前になってその健康状態から来日公演が中止されてしまった。2009年10月4日多臓器不全のためブエノスアイレスで死去。 74歳没、ありがとうございます。